始まりました。やっほー、よっこいしょ。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、地下鉄リーダーの市岡レイラと雨の森川海、リーダーの高瀬くるみです。よろしくお願いします。お願いします。すごい淡々と進めるのね。そうだよ。気づいてますかね、皆さん。気づいてますか。見て、かわいいでしょ。赤子が私たちの出現しました。はい、はい、本当にスタッフさんが本当に悪ノリを発揮しておりましてですね、うん、あの前回、はい、あのサードシングルのこのリミスタさんの、ね、サイン会の後に、じゃあ次があったらお人形用意しますねみたいに言ってたの、うんうん、本当に用意されてた。そうなんです。ポポちゃんで、ポポちゃんだそうです。リオコちゃんだそうです。なんと私たちの2人のツーショットチェキ、まあ、本日はスリーショットなんですけども、スリーショットのチェキをあの皆さん、まあ、その3名の方にプレゼントいたしますので。美容を好きになれること、あ、ですね、なんですか、受け合い、受け合いですね。話は変わって、お互いの好きなところを教えてください。ではでは、でどのようなクルミンが見れるか楽しみで夜しか眠れません。好きです。はい、ありがとうございます。なんだろう、スタッフさんがめちゃめちゃ笑ってる。どうしました。私なんか言うな、私じゃないかな、私なんだろう、なんかやった、なんかあった、なんですか。あの密かに好きなところは、うん、眉毛。わお。そうなんだ。そう、結構好き。本当？うん、好きなパーツ。やった。私がくるみの密かに好きなところは、なんだろう、手の小ささです。じゃあ次行きます。はい。はい。雨の森ね。なんだろう、これやったら大ヒントになっちゃうような気もするんだけど、うん、ちょっと今ねマネージャーさんにすごい大丈夫って顔されてるんだけど、すごい、うん、っていう2文字で表すなら、うん、神秘。よー、あ、うなずいてる、よかった、今のはセーフみたい。神秘です、神秘です。はい、何が神秘なんでしょう。見てからのお楽しみに。福岡のコンサートで今日の感想を誰に振るのかど忘れして、誰にしようかなってごまかしてる夫にすかさず突っ込む妻が本当に素敵でした。ということです。はい、ありがとうございます。いや、うん、違うのよ。はい、ね、前の曲が終わって隣にいたの、うん、うん、やべ誰だっけって言ってんのが聞こえて、そう、ど忘れとかじゃないんですよ。あの、私のミスで誰に振るんだっけって言ってるのが聞こえて、いや、ごまかせないよそれはと思って。でもなんか、でもくるみが、いや、いけない人で、なんで、なんかどうとでもなるみたいな、小声でいけるいけるみたいな言ってたんですよ、うん、なのにもかかわらず、なんか、みんな覚えてないんだろうみたいな。そう、気してきたんですよ。いやそれはね、でも元はといえば覚えてない、市岡さんが。私がね、ちゃんと確認してなかったがあれなんですけど。いやそう、かわいくアルバム紹介お願いします。かわいく、なんだそれって、かわいく、アルバムでもさ、出てない曲が多いからさ、そうなんだよね、ちょっと難しいけれども、うん、そうそう、呼び捨てありがとうございます。村っぴさん、ありがとうございます。ごめんごめん、かぶっちゃった。かぶっちゃったね。うん、はい、村っぴさん、ありがとうございます。これを聞いたら、うん、ビオの沼にはまること間違いない。あ、はい、ウィンクいただきました。ありがとうございます。演劇女子部だと結構強め、気強い子をやりがちなんだけど、うん、森ビオの玉江ちゃんが結構、今までと毛色の違う役だったから印象的だったかなと思います、うん、ね、たまよ、たまえねえ、よかった、出てたでしょ、あんたさ、あんたさ、コメントでね、美代子かまちょって書いてたから、かまってあげようと思って書いてやってた、うん、
そういうことね。でもごめんだけど1ミリも映ってなかったけどね。そうそう私がずっと喋っちゃったから映ってないカメラに向かってやってたんだ。はい、私も頑張るから一緒に頑張ろうね、応援ビーム多分誰かの持ちネタだな、応援ビーム。あ、そうなんだ。誰かやってたの。誰だろう。ミーミーだ、ミーミー。ごめんね、ミーミー。ごめんね、ミーミー。拝借しました。拝借。そこね。魚食べたいな。いっちゃん、美容校高い高いしてみて。かわいい。ずっと持ってられる。まあなんかここまで夫婦だなんだって言われてるから、はいはい、実際相性どうなのか相性占いとかやってみたいよね。わーやってみようよ。どうするこれでさ、相性最悪ですって言われたら。そしたらで、まあそれはそれよねっていう感じで、はい、ということで終わりました。私は17期のみんなが大好きなのですが、みんな優しいですよね。優しいですね。なんでみんな子供の頃から優しく育つのか不思議です。くるみん、れいなちゃんの優しいエピソードがあれば教えてください。あ、教えてください。なんであなたが乗り気なんだよ。でもなんか不調とかにすぐ気づくよね、人の。あ、気づくかも。そう、うん、すごいなと思います。愛知県刈谷市の公園は私も仕事かっこ電車の運転でよく通る場所なので今から楽しみです。ファンの方も刈谷公園には赤い電車で来ていただけたらと思います。うん、赤い電車、名鉄で、ぜひ皆様乗ってみてください。八つ達運転士さん言えてないよ。やすたすやすたつ運転手さん、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、うっちゃんがサーカスに出るならどの動物とコンビを組みますか。え、コンビ、うん、私はイルカとか。え、サーカスだよ。あ、サーカス。それさ、水族館のイルカショーじゃなくて、サーカスならあの火の中くぐるライオン。ライオンかな、ライオン。私も一緒に火の中危ないよ。バイトお疲れ様です。あ、うん、かわいくだね。かわいく母さん、バイトお疲れ様。見せて色紙を。そうだ、色紙を見せて。書きましたよ。ゆっくりして、はい、ここ最近食べたもので一番美味しかったものは何ですか、教えてください。ここ最近ですよね。タラコとゆばのモッツァレラチーズのカルボナーラです。セルキーさんさん、ありがとうございます。はい、私大好きすぎて、うん、フルネームでメニュー言えるっていうくらい、フルネーム言えるメニューがあります。はい、はい、ね、フルネームで言ったことでお店がバレるかもしれないけどね。確かに、まあまあまあ、ね、チェーン店やめろ。はい、続いて、はい、一岡レイナさん、たか、うん、一岡レイナさん、一岡くるみさん、こんばんは。え、結婚してるからってこと。なるほどね、そっちなのね。私が嫁入りしたことになってる ね。藤岡さんが今後コラボするならどんな音楽やアーティストと行いたいですか。うわぁ、おこがましいなんだですけどね。なんだろう、どんなコラボ。いや、私は、いやはい、なんだよ、言うなら言いなさいよ。なんですかね。ということで、当選した今の3名の方にはですね、宛名を入れたサインの色紙と一緒に今から撮るチェキをお送りしますので楽しみに待っていてください。はい、はい、チーズ、イエーイ。そう、かわいい、ね、スタッフさんが爆笑してるんだけど、ねえね、すごい一番乗り気だった、一番乗り乗りだったスタッフさんがすごい大爆笑してるよ。はい、皆様、美代子ちゃんぜひこれからも末永くよろしくお願いします。はい、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、先生、ね、カンペがしれっときまして、美代子ちゃん育ててハローに入れようとか言って入れよう、やっぱり入る入る、美代子ちゃん研修生を経て頑張ってもらってなんかユニットとかね、ね、じゃあハロドリに追っかけてもらって、美代子ちゃん加入目指してもらいたいと思います。のお相手は、一岡玲奈と高瀬くるみと美代子ちゃんでした。